6対3になりました。さらに中には中村も行く、連打になるか、2者連続のホームラン、通算のプロ入り200号ホームランが出ました。ついに中村武也200号達成のホームラン、今ゆっくりとホームインです。今花束を受け取りました。787試合目での200号ホームラン達成は史上11番目のスピード達成ということになりました。なんていうホームランだろうっていう感じですね。はい、これがライオンズの3番4番の怖さです。もう試合の流れはガラッと変わりました。中村のプロ入り通算200号ホームラン、もう一度いきましょう。初球でした。これ共に初球ですか。そうですね、そうですね、はい、先ほどね、打ち損なった変化球に近いんですけどね、はい、先ほど打ち損なって2回は失敗しないよというようなね、そんなスイングですよね。第41号のホームランが出ましたが、まあ、ウルフは今シーズンの成績を見てると打たれたホームランわずかに2本しかなくて、はい、これパ・リーグの中でも最も少ないホームランのピッチャーだったんですが、ライオンズの主軸にかかってしまうと、まあ、いとも簡単に持っていかれるというシーンですが、さあ大崎は一塁はアウトになりました。これは飯山がいいプレーを見せました。